デジタル時代の革新技術ブロックチェーン。おはようございます、マサルです。今回はブロックチェーンについて一緒に勉強していきます。それでは早速今回の問題にチャレンジしてみてください。 IT パスポート令和元年秋、問い59。複数の取引記録をまとめたデータを順次作成するときに、そのデータに直前のデータのハッシュ値を埋め込むことによってデータを相互に関連付け、取引記録を矛盾なく改ざんすることを困難にすることでデータの信頼性を高める技術はどれか。 A. LPWA E. SDN U. Edge Computing E. ブロックチェーン。どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は A、 ブロックチェーンが正解です。それでは解説をしていきます。ブロックチェーンとはデータをブロックと呼ばれる単位で管理して、鎖、チェーンのように連結して保管する技術のことを言います。ビットコインに代表する暗号資産の基盤技術としてブロックチェーンが注目されています。ブロックチェーンの話をする前に、皆さんがよく耳にするビットコインについてお話しさせていただきます。ビットコインは2008年に登場した暗号資産です。2009年10月には1ビットコインが約 0.07 円だったものが、2010年には約7円、2012年には約1000円、2016年には約5万円、2019年には約100万円、2021年10月8日に約776万円になりました。ビットコインは価値の変動が大きいため、投資対象として大きな注目を浴びることがあります。このビットコインを管理するために使われている技術がブロックチェーンです。ちなみにビットコインイコールブロックチェーンのようなイメージがありますが、そうではありません。ブロックチェーンはビットコインを管理している技術に過ぎません。ではどのようにビットコインを管理しているのか、ブロックチェーンについて勉強していきましょう。ブロックチェーンはデータをブロック単位で管理します。例えば A さんから B さんに1ビットコイン送った、 B さんから C さんに1ビットコイン送った、 C さんから A さんに1ビットコイン送った、このようなやり取りが発生したとします。ブロックチェーンではこれらのいくつかの取引の情報を一つのブロックに入れて管理します。新しい取引のブロックができたら、そのブロックはこれまでのブロックの最後尾に連結します。連結するときには前のブロックのハッシュ値を埋め込んでデータを関連付けることでデータの信頼性を高めます。この説明が分かりにくいですよね。先にブロックチェーンを使うことで得られるメリットをイメージしておくと分かりやすくなると思います。ブロックチェーンを使うと各ブロック内の取引情報を安全に管理することができます。さらにブロックの順序を安全に管理することもできます。例えば A、B、C というブロックの並びであるつながりが勝手に A、C、B に変更されてしまうことがないということです。ではどうやってこのような安全性を担保しているのか、それがここに書いている、連結するときには前のブロックのハッシュ値を埋め込んでデータを関連付けることでデータの信頼性を高めるというやり方です。詳しく見ていきましょう。まず新しく最後尾に追加したいブロックにある取引情報の内容をハッシュ関数で計算します。ハッシュ関数というのはデータを混ぜて一定の大きさのデータを作るための計算式です。例えばこの3つの取引の内容をハッシュ関数で混ぜると、このようなデータを作ることができます。ハッシュ関数は少しでもデータが変わると全く違うデータが生み出されるという特徴を持っています。例えば最初の取引の内容の1ビットコインを勝手に2ビットコインにすると全く違うデータが生み出されます。ちょっとイメージしにくいと思った方はパレットで色を混ぜるイメージをしてください。白、赤、黄色を混ぜればベージュになりますよね。その中の混ぜる色を一つでも変えれば別の色になってしまいます。厳密に言うと今お話したパレットの例ではハッシュ関数の特性を全て表すことができていないんですが、ここでは分かりやすくイメージをするためにハッシュ関数イコールデータを混ぜるための計算式、パレットで色を混ぜるようなものだと思ってください。ブロックチェーンの仕組みとして、最後尾にブロックをつけるための最初の工程として取引の内容をハッシュ関数で混ぜて計算します。
その後に前のブロックのデータも同じようにハッシュ関数を使って計算します。前のブロックをハッシュ関数で計算したデータ、追加したいブロックをハッシュ関数で計算したデータ、この2つをさらにハッシュ関数で混ぜます。つまり B のブロックの色と C のブロックの色を混ぜるようなイメージです。その情報を C ブロック内で管理することによって B ブロックの後ろには必ず C ブロックであるということが担保できるようになります。少しまとめると、各ブロックで管理している取引情報をハッシュ関数で混ぜて、前のブロックのデータともハッシュ関数で混ぜることによって安全性を担保しているというわけです。今回の問題を解くためにはここまでお話しした内容で十分なんですが、せっかくなのでもうちょっと踏み込んでブロックチェーンについてお話ししたいと思います。このエピソードを聞いてもらうと、ブロックチェーンでよく耳にするマイニングについて理解できるようになります。先ほどは説明を簡略化してブロックチェーンについてお話ししましたが、ブロックチェーンにはもう一つ大切なデータが含まれます。それがナンスです。ここではナンスがなぜ必要なのか説明していきます。ブロックチェーンで最後尾にブロックをつなげるときには、どんなブロックでも良いわけではありません。特定のルールに基づいたブロックにしないと最後尾につなげることができません。例えば前のブロックとこれから追加したいブロックを混ぜたハッシュ値がこのような値になったとします。このときブロックチェーンのルールとして、末尾が F にならなくてはいけないというルールがあった場合、末尾が F ではないのでこのままでは最後尾につなげることができません。色を混ぜるパレットの例で説明するとすれば、最後尾につなげるブロックは赤系の色じゃないとつなげることができませんというルールがあって、最後尾のブロックが青色になってしまってつなげることができないようなイメージです。そこで登場するのがナンスです。ナンスを組み込んでハッシュ関数で計算することによってルールを満たせるように調整します。例えば前のブロックのデータと追加したいブロックのデータ、そしてナンスを含んでハッシュ関数で計算することで、このようなデータが算出されたとします。末尾が F になっています。末尾が F なのでルールを満たしており、ブロックチェーンの最後尾につなげることができるようになります。このように連結させるためのルールを満たす値としてナンスが必要になります。そしてナンスを見つけることをマイニングと言います。ナンスを最初に探してくれた人はビットコインが報酬としてもらえるようになっています。一般的にマイニングとは、取引などのデータをブロックチェーンに保存する作業を行い、その報酬として仮想通貨を得る行為のことを言うのですが、詳しく見ていくと、連結するためのルールを満たすナンスの値を見つけることで報酬が得られる仕組みになっているということなんですね。それでは次にブロックチェーンでよく話題になる中央集権型と分散型についてお話しします。中央集権型というのはこれまでよく見られたサービスの形です。例えば皆さんはインターネットを使って銀行口座にアクセスしたりしますよね。銀行が管理しているサーバーにアクセスしてサービスの提供を受けます。銀行のサーバーが中央に存在して管理しているので中央集権型です。中央集権型の場合、もし攻撃者が銀行のサーバーを攻撃したら、サービス全体が利用できなくなってしまう可能性があります。一方分散型の場合は、中央で管理するような仕組みがありません。みんな平等な参加者としてシステムを維持しているようなイメージです。分散型の良いところは、一部が攻撃者によって攻撃されたとしても、それぞれが個々のシステムの中に同一の取引情報を管理している台帳情報を保有しているので、別の参加者が無事であればサービスを継続することができます。ブロックチェーンでは分散型と言われる方法で取引情報を管理しているため、安全性が高いと言われています。ここまで勉強した内容を使って練習問題に挑戦してください。 IT パスポート令和3年問い97、複数のコンピューターが同じ内容のデータを保持し、各コンピューターでデータの正当性を検証して担保することによって、矛盾なくデータを改ざんすることが困難となる暗号資産の基盤技術として利用されている分散型台帳を実現したものはどれか。 A. クラウドコンピューティング、 E. ディープラーニング、 U. ブロックチェーン、 A. リレーショナルデータベース。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は U. のブロックチェーンです。それでは最後に復習です。 IT パスポート令和元年秋問い59、
複数の取引記録をまとめたデータを順次作成するときに、そのデータに直前のデータのハッシュ値を埋め込むことによって、データを相互に関連付け、取引記録を矛盾なく改ざんすることを困難にすることで、データの信頼性を高める技術はどれか。正解は A のブロックチェーンです。間違い選択肢も見ておきましょう。LPWA はローパワーワイドエリアの略です。IoT のネットワークで利用が注目されている無線規格です。LPWA は通信データ量が少なく低速なんですが、省電力かつ広域、そして長距離な通信ができる無線通信技術なので、IoT の利用に適しており、利用が進められています。SDN はソフトウェアディファインドネットワーキングの略です。ネットワーク機器1台1台を個別に管理するのは大変なので、ソフトウェアを使って複数のネットワーク機器を一元管理するための技術のことを指します。エッジコンピューティングは利用者の端末近くにサーバーを分散配置する技術のことを言います。これも IoT で注目されている技術です。IoT 機器で収集したデータをエッジコンピューティングで配置されたサーバーで処理をしてクラウドに送ることで効率的な通信を実現することができます。余裕がある方は間違い選択肢の内容まで確認しておきましょう。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。今のペースだと2024年の1月11日に達成見込みです。ギリギリ達成できないペースとなっております。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。